おはようございます。今週も人間をやります。こぼれすぎやろ。今日は月曜日っていうことで2週間ぶりのワンピース読んでいきます。クソ楽しみや。おもろすぎ。全てのコマがおもろい。オンライン英会話のポイントが余りまくってて、で有効期限が今日までなんで予約しまくります。ほぼ毎日早朝に入れて強制的に早起きするわ。はい、オンライン英会話の予約してました。で今からこの文法の本進めていきます。昼ご飯です。散歩がてら業務用スーパー行きたいと思います。でまた寒くなったんでね、またダウン着てます。風がめっちゃ強いし冷たい。地図見ずに適当に歩いてたら知らんとこ来てもうた。今日思ったより天気良くて最高ですね。なぜか3時半から英会話入れちゃってるんで早く帰らないと。帰ってきました。今からレッスン受けてきます。業務用スーパーで鶏もも肉買ったんですけど大量です。 1,2,3,4,5,6,7。 あ、でもサンディよりちょっと安いぐらいですね。業務用スーパーが 100g88円でサンディが 100g98円なんですよ。でこれ 1600g ぐらいやからサンディで買うより160円ぐらい安いって感じか。合ってる？まだ冷凍するのは早いな。できるだけ薄くしとかないと変な形で固まっちゃうと真ん中ら辺が溶けにくくなるんで、これは今から食べよう。晩ご飯です。最近このチキンステーキにめっちゃハマってるんですよね。ちなみにこのチキンステーキのレシピは高健哲さんっていう料理研究家の方のレシピです。これはかなりおすすめですね。というわけでいただきます。まあ、結局醤油みりん酒砂糖の組み合わせって最強なんですよね。I don't know why he freaked out. I freaked out. I freaked out. おはようございます。めっちゃ早起き。6時半から英会話あるんで準備していきたいと思います。はい、今から1時間レッスン受けてきます。でこんな感じでほぼ毎日レッスン入れました。なんとかポイント使い切りましたね。
はい、こちらマーナの冷凍ご飯容器買いました。これ2日前に投稿した動画にこれいいですよってコメント来てたんで買ってみました。まあ、100均とかに比べるとだいぶ高いんですけど、米って冷凍すると基本劣化するじゃないですか。まあ、べちゃついたりとか、まあ、やっぱ炊きたてみたいな感じはならないと思うんですね。いやけどこれで冷凍するとほぼ劣化せんだし、で Amazon のコメント見てたらもはや炊きたてよりうまいみたいなコメントもあって、いやそれはさすがに言い過ぎやろとは思ったんですけど、まあ、かなりうまいみたいなんでね、まあ、これ使っていきたいと思います。で僕はねこれ5個買いましたね。3つは1膳分のやつで約 180g か。ででかいやつは2つ買ったんですけど、こっちが大盛りで約 250g らしいです。1膳やとねちょっと少ない時もあるんですよね。まあでも基本的に僕多分台の方がよく使うかもしれん。冷凍庫をねもうあのフルに活かしていきたいんで、中にこういうスノコがついてるみたいですね。でこれで米の余分な水分を切ってべちゃつかんくなるらしい。もう早速実は今米 1.5 合炊いてるんで、もう炊けたらねこれに入れたいと思います。じゃあまずは台に入れていきます。こんなもん台2つでいけるかもな。これ2つで 1.5 合なんで1つ 0.75 合ですね。僕夜ご飯やったらこれ1個で1食分やわ。でまあちょっと冷ましますかね。ほんで今気づいたんですけど、これ裏側にレンジ加熱時間書いてくれてますね。米を1時間ぐらい冷ましたところで冷凍します。先週買ったこのガラスの容器で鶏ハム作ります。ただちょっとこれ入らんな。このサイズじゃなくてもう一個でかいやつ買うか。半分に切ろう。これ重ねるとまたちょっとねぶつかってるところが火通らんくなる気がすんねんな。じゃあちょっと順番に行くか。通常やと3分50秒なんですけど、半分やからとりあえず2分で行ってみるか。加熱し終わったんですけど、中まで熱通すために5分放置ですね。なかなかタイマーならんなと思ったらタイマー止まってました。真ん中切ってみよう。ツァ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 。あー通ってないわ。これはあかんわ。ちょっとこれ分厚すぎるもんな。もう一回、まあ、さっきのやつはね綺麗に通ってたんですけどね。はい、もう一回温めました。さすがにいけたかな。うん、いけてそうですね。ちょっとこいつ、うわ、ネギ塩だれ完成。ちょっと温めてからレモン入れるか。やっと昼ご飯や。作んのめっちゃ時間かかったし、今日も今月末にある最後の全国大会予選に向けて練習していきます。試写150以内来た。いい感じ。ガラスは当然溶けてないし、油汚れもめっちゃ落としやすいんですよね。よし、じゃあ今から文法の勉強を進めていきます。これ 180g らしいから一回測ってみるか。これで161 184、こんなもんか。こうパンパンに入れれんねや。これどっちも今 177g です。少なー今日のご飯。今日もね 1.5 合炊きました。 1.5 合でこんなもんですね。まあ、そんなもんなんか空いてないし、これでいけるわ。これはまた冷凍でストックします。晩ご飯です。材料ないんで今日も昨日と同じご飯です。早起きしたっていうのもあって今めっちゃ眠たいんですよね。だからもうご飯食べて歯磨いて風呂入って速攻で寝ます。おはようございます。今日も起きた。今日もまずは英会話1時間やってきます。今日も早起きするために朝からね英会話やったわけなんですけど、めっちゃ眠たいですね。2日連続で睡眠時間8時間切っちゃってるんで、7時間寝たら正直そんな眠くはないんですけど、やっぱ8時間睡眠に慣れてると7時間睡眠でもちょっと睡眠足りてないなっていう感じになるんですよね。昼ご飯です。これは鶏胸肉の余った皮を焼いたやつです。
今週天気も悪いんですけど、何より寒いんですよね。やから全然外出る気にならへん。土日月火も天気悪そうやしな。ほんまにこの1ヶ月ぐらい雨ばっかりですよね。20分だけ昼寝します。サップ、てか風めっちゃ強いし雨降ってるし。マクドナルド買ってきたんで、食べながらポケモンの練習でもするか。抹茶黒蜜わらび餅パイ、まあまあです。ジャンクフード食べてゲームばっかりやってる男、厳しいって弱いって明らかな事実。28、いいね。コンソメスープ作ろうと思ったのに野菜しか買ってないって。買いに行くのめんどくさいな。今めっちゃ寒そうやし。寒すぎて雪降ってましたね。てかいつもやけど部屋入ってきた時メガネめっちゃ曇んねんな。うわー、これもっと早くから作っておくべきやった。いや待てよ、これシャウエッセン入れるんやったら絶対これ細かく切らん方がうまいよな。この皮のパリッと感がうまいのに。めっちゃ水分減ったな。ちょっと水追加した方がいいかも。とりあえず味見しよう。うまっ。でもちょっと汁減りすぎてるな。 200ml 追加。これで味薄くなるから、ちょっと薄いかもな。やっと晩ご飯です。ペペロンチーノとコンソメスープ。やっぱ2品作るのは大変やわ。手上げレッタッキャース。ウインナー久しぶりに食べたけどうまっ。あー、これやっぱウインナーはねでかい方がいいです。小さいやつも今食べたけど、正直食べたんかあんまり分からへん。やっぱ完食したらね晩ご飯食べるの遅くなるからあかんわ。おはようございます。めっちゃ寝た。こぼれすぎやって。今から卵焼きを作りたいと思います。僕実は卵焼き作ったことなくて、まあ、というのは普通のフライパンで作るのって結構難しそうじゃないですか。で全くうまく作れる気がしなかったんで、まあ、作ったことがないって感じですね。これもしかして先に卵溶いた方が良かったか。うわー、これ溶きにくい。うわー、やばい、めっちゃ水っぽくなって溶きにくい。先に溶くべきやった。これ白身をねどの程度切るかやな。あー、卵入れすぎたかもな。難しい、ひっくり返らへん。ひっくり返らへんって、重たい。うわー、はい、じゃあ冷凍ご飯解凍してみます。500ワットで3分30秒か。まあ3分でいいかな。はい、でこの解凍し終わった後に1分ぐらい蒸らした方がいいみたいです。断面はめっちゃいい感じやけどな。ほらこれ熱っ。裏側もこう綺麗に固まってるわ。作り終わった時ぐらい絶対失敗したやんと思ったんですけど、意外といい感じかもしれん。残り半分は保存しとくわ。
余裕で1分以上蒸らしたな。さあ開けてみます。おー、こんな感じです。若干表面水分飛びすぎてるかもな。なんやったらこれ器に入れんでもそのまま食べれんのか。なるほど、ひっくり返したら下に水が溜まってるからこの辺の米べっちゃべちゃになってるわ。ひっくり返して入れたらダメですね。これこのすのこの下に水が溜まってるからそれまで一緒に出てきちゃうんですよね。昼ご飯です。ウインナーと卵焼き、この組み合わせが食べたかったんですよ。日本の朝ごはんとか昼ごはんって感じですよね。というわけでタッキャース。うん、いやめっちゃうまいな。いや卵焼きがちょっと思った以上にいい感じやな。どうですかこれ、初めてにしてはかなりいい感じだと思うんですよ。いや途中経過はほんまに終わってたんですけど、あれはまだ卵が固まる前やからですね、まあ、ウインナーコンソメスープ用に買ったんですけど、ほんまに食べんの久しぶりやわ。噛んだ瞬間脳みそ弾ける音がしました。であとバーベキューの匂いもしたわ。緑地公園でバーベキューしてみたいですね。誰か企画してくれへんかな。僕ちょっと自分でやるのはめんどくさいんで。米はそんなにですね、べちょつきはないんですけどパサつきがあるんですよ。ちょい水分切れすぎやな。今日は2時と3時半から英会話あるんでやってきます。はい、本日1回目のレッスン終わりました。で、今日じゃなくて昨日なんですけど、アメリカ特有の発音をすると訂正されることがあって、まあ、例えばインポータントっていう単語、これ僕2回訂正されたんですね。で、このインポータントってアメリカやと important みたいな感じで発音されるんですよ。ただ先生は important って感じで、これT の発音をするかしないかなんですけど、もうそれは僕がT の発音してないからこう2回訂正されたんですよ。いや important やみたいな。いやこれどっちが間違いとかでもないんですけど、これどうしたらええねんみたいな。まあさすが2回言われたらその通りやった方がいいかなと思って T の発音したんですけど、やっぱこういう時は聞いた方がいいんかもしれないですね。まあ、最近発音記号の勉強とかして思ったけど、この発音が絶対正しいとかってなくて、国によっても変わるし地域によってもめっちゃ変わるから。 Can I ask you about how to read in American and British accent? おー、ちょっとこれ文章を読み上げるとかじゃなくて喋ったんすけど、ちゃんと入力されてました。まあ、最後のおーおーまでちょっと入っちゃってるんですけど。というわけで本日2回目のレッスン行ってきます。はい、はい、このガラスの容器でかいやつ買いました。容量1リットルですね。このデカさやったら鶏胸肉も入るわ。でもう一個の小さいガラスの容器使ったんですけど、でもガラスの方がいいですね。洗うのもほんまに楽やわ。匂いも色も映らない、ずっと使える耐熱ガラスっていうことでね。まあちょい高いんですけど、これはね長く使えるんじゃないのかなと思います。この蓋もねレンチンしても全く問題なかったんで。やばいな、今月残り11日のうち8日間も雨やねんけど、どうなってんねん。晩ご飯です。今日もペペロンチーノとコンソメスープ。おはようございます。めっちゃ寝た。やっと晴れたわ。はい、昼ご飯です。ウインナー以外はレンチンしただけですね。米がマジで微妙っすね。ラップで冷凍した方が余裕でうまいわ。てか正直ラップで冷凍して解凍してもあんまり感じないんですよね。これやとなんかめっちゃパサついてんねんな。米が固まりすぎてて、これ今日は寒いんですけど、やっと晴れたんで散歩行きたいと思います。また明日からしばらく雨なんですよね。緑地公園の真ん中にこんなんできてますね。出張牡蠣小屋、牡蠣奉行。業務用スーパー行ってから帰ります。
さっき曇りかけてたのに今めっちゃ晴れてるわ。晩ご飯です。今日は納豆ご飯にしました。業務用スーパーで買った冷凍うどん早速食べてみます。じゃがいも余ってるんでじゃがバター作ってみます。あー刺さるわ。お、かなりいい感じちゃう。ほら包丁入れにくいな。あここにバターを。こんな感じかな。もう熱さでね溶けていくと思うんで、バターだけでもうまいんですよねこれね。でここに味の素を。寝起きで食うもんちゃうやろこれ。匂いがねめっちゃいい。この皮がねこうベロンってなってる感じがねこう絶対うまいっす。これ熱いわ、多分熱い。うん、うまいけど胡椒欲しいかも。これ胡椒かけたらつまみやわ。いや硬さもちょうどいいわ。これはうまい。今から英会話25分やってきます。今日の晩ご飯はチキンステーキです。もうこれは週1回は絶対作るやつですね。いい感じっすね。昼ご飯です。結構遅くなってしまいました。今日もジャガバター作りました。勉強してました。晩ご飯です。ちょい水分多かったかな。水がちょっと多いとね垂れるんすよね。よし、ヘナします。あっつ、あつ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 。ほんまは月に1回とかじゃなくてねもっとやっていいんですけど、めんどくさくてね。でも3週間ぐらいは持つんで、塗るのうまくなってからめっちゃ余ってるわ。はい、今日はオレンジに染めました。また明日か明後日黒に染めたいと思います。あとはもう寝るだけなんでそろそろ終わりたいと思います。ただもうちょいでワンピース読めんねんな。ワンピース読んでから寝る可能性あるわ。最近悲報なことにほんまに天気が悪くて、明日以降も雨ばっかりやし、この春ほんまに大丈夫かってちょっと僕心配になってるんですけど、まあでも気温はねもうさすがに上がってきたんで、雨降ってなかったらまあ外には出るかなと思います。日光浴びたいんで感じでね、まあ、最近は英語の勉強も楽しいんで、まあ、楽しめてるっていうのがやっぱいいですね。やっぱ楽しくないとこう自主的にやろうってならないんで、手分けで引き続き勉強やっていきます。まあ、そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。